ウィス、どうも、ナナシです。前回の動画のそのまま続きで撮っております。よし、よっしゃ。いやにしてもね、今日何なんだろうね。この日差しが別にそんな照ってるわけじゃないんですけど、まあ暑いね今日も。多分湿度が高いからなんでしょうけどね。ほんと困ったもんですよ。で、まあ今回は何について話そうかなっていうことなんですけども、まあ今回はね、ユーザー車検についてちょっと話していこうかなと思います。はい。で、まあこのバイクですね、今年の2月ぐらいに、まあ、僕自分でユーザー車検に持って行ってですね、車検の方を通してきたんですけども、まあ今回そのこんな得意気にね、まあ、話していますけども、ユーザー車検僕その今回がねすごい初めてだったんですよね。なので、まあ、何から何をしていいのかとかね、全然わからない状態だったんですけども、まあいろいろ調べたりとかね、先輩から聞いたりとかして、まあなんとかユーザー車検を通すことがまあできてるわけなんですけども、結構バイクね、車はまあ多分そういう車屋さんとかディーラーとかに預けて、まあ車検を通す方が大半かなとは思うんですけども、まあ、バイク乗られている方でね、まあ、251cc 以上かの、まあ、バイクに乗られている方で、ユーザー車検についてね、ちょっと気になってる人とかね、ユーザー車検で今後車検を通していきたいなって思ってる方とかって、まあ、少なからずいるんじゃないかなと思うんで、まあ、僕の、まあ、この経験談がね、何か参考になるかどうかはまあ分かりませんけれども、実際に僕がね経験してやったこととかっていうのをちょっと思い出しながらね話していこうかなと思います。はい。で、まあ先に断っておくと、まあ僕自身普通にその辺の会社にね勤めてるような、まあペーペーですんで、特別そっちの知識に、まあ知識がものすごくあるとかっていうわけでも、まあもちろんなく、その自分でねパーツとかを交換したりとかっていうことが、まあ、全部できるわけでもなく、まあ、普通の、まあ、バイクが好きでただ乗ってるっていうだけの人間なんですけども、まあ参考程度にですね、なので聞いてもらえればいいかなと思います。で、まあ、僕がまず、このバイクをね車検に通したのは今年の冬の2月ぐらいでしたね。で、その時点で、ヘッドライトの光軸ですね、ヘッドライトの光軸が、ダメで、タイヤの溝が、まあ、もうない状態ですね。で、あとマフラーの音量がちょっとやばいかなっていうぐらいの3つですね。その3点が、まあ、僕自身の課題というか、このバイクが抱えてた、もう問題だったわけなんですけれども、車検を通すのに必要なものっていうのが、まあ、ありまして、まあ、僕この辺とかもマジで全然わからなかったんですよ。本当にわからなかった。なのでもう結構ね、僕の職場にねそういうユーザー車検とかバイクいじりに結構詳しい先輩が、まあ、いるんですけど、その先輩にねもう本当教えてもらいながらっていう感じではありましたけど、まあとりあえず僕のバイクはもうその時点でね車検がもう切れてしまっていたので、水戸の二輪館ですね、僕は確か水戸の二輪館まで行って、自賠責を新しく、まあ、入れ直したというか、自賠責に、まあ、加入して、でこの自賠責入るのは多分その辺のね整備工とかディーラーとかでも多分できるっぽいことを言ってましたね。まあでも僕はそのバイクパーツがちょっと見たいものがあったんで、そのまま車で行ってね、自賠責の方を取ってきましたけども、まあ、とりあえずそういったところで、まあ、自賠責保険を一度もう一回取ってっていう、そこからがまあスタートかなと思います。はい。で、まあ、その次に、まあ、一緒にそこでですねタイヤを購入しました。もう溝がなかったんでねタイヤを購入して、で、まあ、タイヤをそのままバイクに組んで、で3つの問題点のうちの1つタイヤをクリアですね。で残りの2つ光軸とマフラーなんですけど、マフラーに関しては、この出口のところに取り付けるバッフルみたいなものが、まあ、持ってたので、
それをまあ取り付けたんですけど、どうなんですかね、なんか今そのさっきも言いましたけど、なんだろう、不正改造マフラー取締り結果みたいなやってると思うんですよ。うん、でもその張り紙みたいなのを見るとね、なんか取り外しができるようになっているバフラーだダメですみたいな書いてあったりするんですけど、まあ、もしかしたら年式によるのかもしれないですけどね。で僕のバイクにはそのバフルが、まあ、あったんで、バフルを取り付けて、まあ、持っていった形ですね。後軸はもうその時点でもう狂ってることはもう100も承知だったんですけど、後軸は直さずにとりあえず、まあ、持っていくことにしたんですよね。まあ、その理由は後々、とりあえずそれでマフラーとタイヤと自賠責を入れた状態で、僕は今度町の役場に行きましたね。町の役場で、町の役場で、仮ナンバーですね、仮ナンバーを取得して、で多分この仮ナンバーっていうのも、今車検が切れてないバイクだと全然必要のないことなんですけど、まあ、僕のバイクはね、背中がかゆいぞ。で、まあ、僕のバイクはですね、車検がもう切れちゃってたんで、まあ、乗っていくことができない状況だったんですよね。なので、まあ、仮ナンバーを町の役場に行って、まあ、取得っていうかお借りしてですね、それをまあバイクに取り付けて、まあ、車検に行ったわけなんですけども、その車検も、陸運局がその県であると思うんですけど、陸運局で事前にね、なんか予約が必要になります。この辺は多分インターネットの方で調べれば、自分の町の陸運局の予約ができる、サイトに飛ぶことできると思いますんで、今から予約する方はね、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。はい。で、まあ、まあ当日ですね、その予約をして、そうだ、言い忘れてた。あとね、整備帳みたいな、なんて言うんだろう、整備名簿みたいなのも必要なんですよね。うん、多分ここを整備しました、整備してませんみたいな、なんかそういうチェックをつけたりとか、あと、まあ、走行距離だったりとかっていうものを書く紙があるんですけど、それもインターネットの方で、コピーすることが確かできた気がしますね。はい。まあ、もちろんですね、その車検場の横のところに、車検に、まあ、落ちてしまった場合の、まあ、直したりしてもらうような予備検査場っていうところが、まあ、あるんですけど、僕はその予備検査場でですね、もう合わないって分かってるヘッドライトの構築を、まあ、見てもらうためにですね、もうそのまま直で持っていきましたね。はい。で、まあ、変なテスターみたいなのにあってですね、まあ、当然のごとくとんでもない繰り方をしていたので、まあ、そのままですね、予備検査場で、売ってますから、自分でそのバイクに適合する、ヘッドライト、うん、ハロゲン級になってしまうんですけど、そういうものをですね、買って、まあ、取り付けてもらうと、うん、でその状態で、ある程度ですね、工事を合わせてもらって、で車検場に、まあ、持っていくわけなんですけど、その状態でですね、まあ、僕のは全然もうマフラーがですね、ちょっとバッフル入れてはいったんですけど、ギリギリセーフって感じでしたね。94デシベルだったかな、確か94デシベルが、規制の、それ以上超えたら車検通りませんよっていう値だったんですけど、まあ、僕のはギリギリね、94デシベルでギリギリセーフでしたね。はい。もしかしたらね、その94デシベルっていう時点でね、検査員にとっては、うん、ダメにされちゃうこともまあしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあ、僕の担当してくれた検査員の方はね、 OK 出してくれましたね。うん、まあざっくりこんな感じなんですけど、うん、何の参考になってんのかなこれただ僕があれだな、その自分でね、ユーザー車検に持ってった時の話になっちゃってますけどね、うん、その整備とかね、溝が何ミリなきゃダメだとか、そういったことはね、まあ、インターネットでも調べてもらえれば全然出てくる情報だとは思いますんで、まあ、僕がね、ああだこうだ言うことではないとは思いますけど、
結構ね、まあ、僕そのユーザー車検自分で持ってくまではね、すごいユーザー車検ってすごい敷居の高いもんだっていうかね、結構、難しいイメージが、まあ、あったんですけど、実際持ってってみてね、一回経験するとね、全然そんなことなかったですね。結構印紙とかね、いろいろ紙を書かなければいけないんですけど、そういった紙もね、会場っていうかそういう検査場の方でですね、書き方が書いてある紙とかっていうのもあるし、まあ、分からなかったらね、係員さんに聞けば全然心よく教えていただけますんで、全然ありかなと思いますね。なんていうんですかね、そういうバイク屋さんに頼むと、僕頼んだことないんでよく分かんないんですけど、結構6万7万ぐらい取られちゃうみたいですね、バイク屋さんだとね。まあその分安心を買ってると思えば全然いいのかもしれないんですけど、まあ結局僕がそのユーザー車検で持ってった時は結局3万円ぐらいでしたね。3万円で全然お釣りが出るぐらいで、まあ車検を上げることがまあできましたね。なのでね、結構ユーザー車検いいんじゃないかなと思いますけどね。まああとユーザー車検に関してここどうしたんですかとかね、なんかそういう質問とかがあれば全然このコメント欄でもいいですし、ツイッターの方でもね、リプでも何でもいただければまあいいかなと思います。はい、そんなところでしょうかね。最近ね、ほんとね、ツイッターの方もね、いろんな方にフォローしていただいてね、まあ、僕がガンガンフォローしてるっていうのもあるんですけど、いやーね、そういうバイク乗りの方々とね、いろいろつながりが出るっていうのはやっぱり嬉しいもんですね。ですのでね、ぜひツイッターやってる方ね、アットマークナナシライダーで検索していただければ、まあ、出てきますんで、よかったらフォローの方していただけたらなと思います。やべやべ、 GoPro が取れかかってる。いやね、これ替えはあるんですけどね、もう付け替えないとほんとダメっすね。これ録画っていうか、バイク乗ってる最中にカメラ撮られたらちょっとほんとシャレにならん。というわけでね、まあこの僕のクソくだらないよくわからん動画にね最後までお付き合いいただきまして、 N もお付き合いいただきましてね、ほんとありがとうございます。まあよろしければぜひね、チャンネル登録と、コメント、あとツイッターのフォローもお待ちしております。はい、というわけで、今回の動画はこの辺で締めさせていただこうかなと思います。危ないなこれ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。